はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第五人格やっていきたいと思います。やっていきましょう。今回興奮無常でございます。5万興奮だね。ちょっと義肢狙っていきたいんですが、ちょっと初手ワープはやめとこうかな。あー、しょうもない。これロボットが一番しょうもないんよな。やってて、いやー初手ロボか、かなりだるい。もう即死取らないとさ、義士ってさ強すぎるよな。義士マジで思う最近。ロボがあったら通電するし、ロボがないとないでさ、取り替えるか。さすがに、さすがにタゲ替えだな。4、3、2、1。とりあえず興奮でダウン取っちゃおうか。いやいや、フラフォだけ使わせて。本当は負傷まで入れときたいんだけどね。これ3級か。まあ確実にあれされるから、うわー、ここあ、OK。 一撃負荷かけて釣り行こうか。それもうここすんじゃん。ふざけんなよマジで、おかしいだろこのゲーム。このゲームバグってて草なんだけど、マジで終わってるわ。これが白黒か。とりあえず釣っちゃうか、回して。これ待機どうすんの。あれこれどうすんの。なんか飛びましたけど。あー、これ起きた。
ゆるゆるよ。よし。サバのミスもこっちのもんにしてくよ。さあどうするか、ここ難しいな。大丈夫大丈夫。オッケー。で、ダウンフォーじゃなくて釣ってこう。ダウンフォーする意味ないな、ここ。半分こうやって疑似も回んないと思うので、多分野人が開けるしかないんだよね、あっち側のゲート。うん、向こうゲート飛ぶか、さすがに間に合わない野人でも。 OK、 いや完璧な判断。 OK、 いやなんかグダってくれたわ。なんか知らんけどグダってくれたわ。ありがてー。なんかこういうね、ミスを拾うこともね、結構大事だったりしますね、やっぱり。てか解読早すぎんだろマジで。でもまあ石ほ、うん、どこ壊してたらこんなもんなのかな。きつすぎるだろ。 OK、 対戦ありがとうございました。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ここはです。今回も第五人格やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。いた、いやロボが出てる多分。あれロボいなかったっけな。うわ、いいワープだったのに、ロボの場所が分からなかった。あれどっか出てたんだけどな多分。まあいいか、とりあえず早めに一撃入れときたいな。一発は入るか。OK、 ナイス。ロボ持ってんのかよ。ナイス貫通。ここは地下より寄せですね、一旦寄せよっか。下がれたかな2台分は。マジで今の当たんないのか。よく当てた。で DD しても医者に回復されるから、ここは一旦 DD 無視で。 OK、 力あるんだよね。いやいや、もういいって。
まあ、2回おろしならもう刺されることはないでしょう。オッケー。え？あれ誰だ？一等公開か？多分意思救助かな。ああそれね、マジクラフ使ってくれてありがたかったわ。危なすぎ。どうしよっかな、ここ難しいね。さすがにゲートは開けないでしょ。おー、ゲートにいるわ。ここのゲートな、守りたいな。このゲート守りつつって感じかな。誰かいるな、工場に。いいしか探せ、とりあえず探せ。お、あ、やべ、全然わかんないけど、いた。石はきついんじゃない、こっから。炭鉱逆ゲー行ってたと思うんだよな。オッケー、絶対炭鉱いない。逆ゲー行ってた。僕は見ていたぞ。さあどうする。うん、いないいない、絶対いないよ。やめてー、引き寄せが負け筋。 OK OK 読んでます。対戦ありがとうございました。